ました。ですから大球場の課題だけではなくて憲法を破壊する戦争法案を出そう、閣議決定をしようとしています。私は言いたい、なぜ憲法違反の法案の閣議決定ができるんでしょうか。戦争できる法律いらない、戦争できる法律いらない。